琉球のお墓に戻っておりません。で、大阪高裁の判決ではですね、裁判長が京都大学に対してですね、私たちと対話するようにというふうにですね、言葉も判決後にも聞かれましたけども、京都大学ですね、今日までですね、一向にですね、対話に応じようとしません。で、去年のですね、11月にですね、京都大学の学園祭におきましてですね、私、学生さんたちがですね、現在の港総長、で、山際前総長、それから中塚さん教授兼日本人類学会会長にですね、その手紙を送りましてですね、話し合いましょうというふうに呼びかけたんですけども、無視されてしまいました。で、今日はですね、その2回目のですね、対話の呼びかけ、遺骨返還のですね、要求のですね、日となっております。今日はですね、非常に暑い日でも疲れた皆さんですね、本当にありがとうございました。でですね、私は後でですね、このお話をさせていただきますけれども、大阪にある国立民族学博物館はですね、都市亀で返還を決めました。同じ国立の機関なんです、研究機関なんですね。京都大学はですね、こうやって台湾にも応じない、大使ごろが台湾にも応じないという状況であります。で、それからですね、先月ですね、アメリカ人類学会という世界最大のですね、人類学会の学会が遺骨の取り扱いに関するですね、研究委員会の報告書をですね、公表しました。で、その内容もあって、詳しくお話をしますけどもですね、こういったですね、世界的な大きな潮流ではですね、遺骨並びに、逗子亀というのは琉球にとってこれは副葬品なんですね、これは返すべきであるというのが大きな流れであります。で、京都がそれに背を向けてですね、未だにいるということは本当に許しがたい大学と思っておりますので、今日はですね、このアピールをしてですね、そして、対話、また返還を申し込む、を求めるですね、要望書をですね、提出してですね、また集会を開いて、ここもですね、考えつつね、この、なかなか早いうちにですね、遺骨を琉球のお墓にですね、取り戻したいというふうに考えておりますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。